下がりは、囲碁用語で、すでに打たれた自分の石から、万端に近い方に向けて隣接させて打つ手のこと。多くの場合、第一、第三線に打つ手を指し、それより高い場合は、伸びや、並びという語が使われることが多い。動詞では、下がるとなる。昔は、降りるという言葉も使われたが、近年では、廃れている。下図1が、下がりの実例である。また、 第四線の石から下がる手を、特に、鉄柱と呼ぶことがある。極めて硬い形であることからこの名がある。数の黒一が、鉄柱の例。敵に、裁きの形を与えないなどの利点があるが、反面重くなることもある。高め定石の一置黒一の下がりが手筋。この石は逃げられはしないが、イカジロが二から八と取りに来る間に、 外から聞かし厚みを築く。黒1から3の跳ね下がりで懐を広げての行きとなる。上のさずのような一線までの下がりを強調の意味を込めて折り切りと呼ぶことがある。こうした折り切りは石の死活に大きな影響を及ぼすことがある。この図の場合、渦黒1の放り込みから黒3の置きで白が全滅となる。黒1の下がりが 寄せの手筋。白が2の押さえなら、3から5と跳ね継ぎを、先手で決められる。黒1で2に跳ね、白6、黒1と跳ね継ぐのは5手を引く。ありがとうございます。